ライブニュース水曜日、鎌ケ谷市白石の話題を生放送でお送りしています。さて、3月11日で東日本大震災から12年が経ちます。そこで今週はライブニュースの防災週間として、各地域のさまざまな防災の取り組みなどをご紹介していきます。東日本大震災では鎌ケ谷市は軽傷者が5人、民家などの被害がおよそ820件、そして白石は震度5強を観測し、多くの住宅などで屋根瓦や壁の崩落被害があったことが報告されています。こうした被害を最小限にとどめるためにも、日頃からの防災対策が重要になってきます。今回は集合住宅における防災について考えていきたいと思います。ということで、ここからは鎌ケ谷グリーンハイツ自治会会長の横井さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは横井さんが自治会長を務める鎌ケ谷グリーンハイツは、鎌ケ谷市西道野辺に位置する大規模マンション群で、現在およそ1400世帯が住んでいます。この巨大な集合住宅の住民のうち、およそ3割が65歳以上の高齢者、さらにマンションは5階建てで、エレベーターは設置されていません。住民の数も多いですし、上層階に住んでいる方や特に高齢者の方は避難するのもかなり大変かと思われますが、災害時はどのような対応をされているんでしょうか。そうですね、はい、だいたいこの地域は地盤がかなりしっかりしているということもありまして、はいはい、また建物を管理しております、管理組合があるんですけれども、そちらの話によると、建物自体が震度6でも大丈夫だというふうに聞いております。頑丈なんですね。で、高齢者の方はただ避難所、坂道がかなりあるんで、それを登っていくのはちょっと大変だということもあって、私どもでは在宅避難を呼びかけています。まずお家での安全確保ということですかね、はい、その在宅避難を推奨ということなんですが、それでもなおですね、住民の方たち少し不安に感じている部分もあると思うんですけれども、そのあたりいかがでしょうか。そうですね、日頃の準備が大切だというふうに言っております。はい、でなるべくでしたら食料とか水なんかを用意していただいたりとか、携帯ラジオとかですね、懐中電灯なんか用意していただければいいのかなというふうに思っております。はい、やはり日頃から意識をして対策をしておくことが大切ですよね。さて、一方で鎌ケ谷グリーンハイツのように集合住宅における防災対策として一つ懸念されるのが、水や非常食などの避難グッズ一式の準備だそうです。マンションの住民およそ1400世帯分をカバーするには、予算や防災備蓄倉庫のキャパシティを考えたとしてもかなり難しいということなんですよね。こうした状況についてはいかがお考えでしょうか。そうですね、さっきもちょっとお話ししましたけども、はい、水や食料は最低限1週間分は用意してもらいたいというふうには思っておりますね。あと、転倒防止、家具の転倒防止のための、突っ張り棒とか簡易トイレなども用意していただくといいかと思っております。なるほど、なかなか、準備が億劫という方いらっしゃると思いますが、今こう1週間分のグッズ1セット、丸ごとリュックでリュックごと買えるものもありますからね、そういったもので対策していただければと思います。はい、ここで横井さんが普段から持ち歩いています防災グッズをご用意いただきました。はい、こちらですね、はい、普段出かける際にこちら使用されているそうですね。これが小さい懐中電灯ですね、はい、これがホイッスルなんですけども、いいつ何時どんなことが起きるか分かんないんで、暗い時には懐中電灯を使ったりとか、身動きが取れない時はホイッスルなんかを使って自分の位置を、人に知らせるというのも便利かなと思います。意外と小型なんですね。ホイッスルはもともとこの大きさなんですけど、懐中電灯はいろんな大きさがあるんで、その人に応じて用意していただけるのはいいかなとは思っております。かさばらないですからね、いいですね、はい、こうしてちょっとしたアイテムが災害時には命を守ってくれるものになりますよね。はい、一方でですね、鎌ケ谷グリーンハイツの防災に取り組んでいるのは自治会だけではありません。先ほどから何度かお話にも上がっていますが、マンションの管理組合と共同で自主防災に取り組んでいるのもこの地域の特色です。その特色として、12年前の東日本大震災を受け、
管理組合は敷地内に手押しポンプ式の井戸でしたり電動の井戸を新たに設け最低限度の防災グッズを揃えた備蓄倉庫を設置するなど主に防災におけるハード面の強化を図っています。さらに自治会と共同で企業と災害時の物資輸送の協定を締結しているということで全国的にも珍しい組織でもあるということです。これを受けて去年管理組合と自治会で救援物資輸送訓練を実施し物資の運搬方法など初動対応を確認されたということです。横井さん実際の訓練を通じて分かったことなどはありますでしょうか。この訓練のそもそも前提条件として、はい携帯電話が通じること、うんうん、それから輸送業者に、被害が及んでいないことそれからあと道路が損壊していないことが挙げられます、うん、でこれらの前提条件が狂ったら、物資は届かなくなってしまうんですね、うん、それともう一つ大型トラックを使うよりも小型の軽トラを使った方がかなり効率的だということが分かっています。そういったことも事前に防災対策に取り組んでいないと分からないことですからね、はい、はい。ではですね今後集合住宅における防災についてどのようなお考えでいらっしゃるでしょうか。やはり高齢者の方が多いということで、はい、どれくらい体が動けるのかということが一つありますね、はい、それからそういう方たちの安否の確認をどうしたらいいんだろうか、それから物資が届いてもこれ具体的にどうやって配っていったらいいんだろうかといったようなことが課題として挙げられると思っております。はい、ということでここまで横井さんにお話伺ってまいりました。横井さんいろいろな貴重なお話ありがとうございました。